はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、翡翠呪縛がついに実装されまして、翡翠デッキバカほど強化されました。こちら使っていきましょう。今まではね、あの翡翠デッキってどういうデッキだったかっていうと、あのこのコスモクロワさんとイニオンクレイドルで一応ロックかけれたんですよね。これどういうロックかけれたかっていうと、イニオンクレイドルっていうフィールド魔法があると、そもそもあのフィールド魔法があるとっていうか、コスモクロワが何でもいいんだけどフィールド魔法あると出せんだね。表側表示特殊なんでいると。で、こいつがいる限り、翡翠とイニオンクレイドルがあると相手フィールドのモンスターは召喚、反転召喚、特殊召喚されたターンにしか効果を発動できない。つまりですね、あの出たターン以外では効果を発動するんだっていうことができたんですよ。まあ、要するにこいつがいてイニオンクレイドルがあれば、まあ、後攻で例えばこいつ出したとすると相手が先行制圧で出してきたモンスターの効果発動できないというね、まあ、かなり強いあの制圧というか、まあ、ロックがかけることができたんですけども、ここにですね、なんとですね、この翡翠呪縛っていうのが加わったことによって、あの出たターンにも効果が発動できなくなりました。これ翡翠モンスターとイニオンクレイドルがあると、これがあればね、相手はこのターンに召喚、判定召喚、特殊化されたフィールドのモンスターの効果が発動できないということで、翡翠呪縛と、イニオンクレイドルと、コスモクロワーがあると、もうね、相手はですね、あのフィールドのモンスターの効果発動できなくなります。はい、スキルドレインみたいな、一生スキルドレインされてるみたいな感じのロックがかかるんですよ。で、スキルドレインはもちろんサーチないんですけど、この翡翠のカードたちは全部サーチがありますんで、例えばモンスターだったらあの翡翠溶乱っていうカードで、これ単一なんですけどね、これ単一なんですけど、これでサーチできたりとか、この翡翠呪縛とか翡翠低イオンクレイドとかはあのエジルでね、特殊召喚特殊召喚した時にサーチできたりするんで、これサーチができる一応、まあ3枚コンボのスキルドレインみたいな感じなんですよ。今日はね、このね、翡翠呪縛っていうそのこのロックをかけていく、そういうデッキを、ご紹介していこうと思ってます。で、一応ですね、翡翠ってあの新しい新規モンスターが先月ぐらい、10月ぐらい、あの2022年の10月ぐらいに実装されてまして、エジルギュミルっていう、まあ、そいつがまだちょっと来てないんですよ、マスターデュエルには。なので、まあ、ちょっと若干動き異なるんですよね。シンクロモンスターでゴリ押ししてるのはちょっと難しいと思ってて、今のマスターデュエルだと。なので、まあ、僕はですね、エクシーズと組み合わせております。まあ、一応シンクロモンスターもね、あの新規モンスターのこの、エーゲロカシスっていうやつが一応あの来たので、まあ、出せるんですけど、ただちょっとあのエジルギミル来てからが本番かなと思ってるんで、新規のギミックじゃなくてエクシーズギミックにかなり寄せてます。で、あの翡翠のねロックの方法はこの、エジルくんが頑張ってくれるんで、まあ、エジルくんで頑張ってもらって、他のところはエクシーズモンスターに任せて、あのアビスシャークとかからのクリスタルシャークでネフィルアサイレム出したりとか、ステルスクラーゲン出したりとかね、あと、カッターシャークとランタンシャークでバハムートシャークからの持ちしたりとかね、まあ、こういう、まあ、普通に強いエクシーズのギミックを入れながら、まあ、エジルをサポートしてあげるみたいなイメージですかね。はい、そうやってデッキを組んでおります。今日やっていきたいのはとにかくですね、このね、エジルから持ってくるこの翡翠ってイニオンクレイドルとの呪縛によって相手のモンスターの効果をあの封じていくっていう、そういうねロックをかけられるよっていうところを見せていきたいので、早速ね、この動きを見せていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、ついに来ちゃいましたね、翡翠呪縛とかいう最強か。いや、反動弱翡翠のエジル、いや、これなんもできないな。これエジル召喚侵食セットエンドだ、これ。これ、弱っ。クリスタルシャークとかいうもんさ、来なくていいんだよ、君。いや、来てくれるんだったらアビスシャークになったらいいんだけどさ、これクリスタルシャーク意味ないんだよね。しょうがないか、エンド。アビスシャークとクリスタルシャークがいて、アビスシャークかクリスタルシャーク持ってこれるんで、アビスシャークの方が来てほしいんですけど、SR の方ね。はい、クリスタルシャークは本当に今何もしないから、マジで意味ないわ。まあ、一応、翡翠侵食で、一応、なんか、何らかの効果は無効にできるっていうのと増殖する字があるぐらい。ヒアリアットイグニスター。なるほど。アットイグニスター。これ増殖する字まだいっか。まあ、どこで増殖する字打つかみたいなのがある。はい。ああ、なるほど。なるほど。ちょ、増字打っていいか。ちょ、これ通ってくんないときつい、さすがに。大丈夫だ。よし。まあ、てか、ここに通っていただけたということは、まあ割となんとかなるのかな、わかんねえ。
ライバルサイバースとかが出てくると、ライバルサイバースは打点で抜くしかないもんな、基本的に。このデッキ打点最高3000とかしかないから意外ときついかもしれないな。でこれまあでも貫通し、あ、リングリボー、リングリボー、なるほど、リングリボー、おー、トラップカードをケアしながら動いてくるやつ。あ、エンドね、なるほどね、増殖する地が重いと。なるほど、まあじゃ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 あ全然大丈夫だ。じゃあなんとかなる。ドゥルー、あ、いいですね、いいですね。これね、ヨーランとかいうぶっ壊れカードこれ耐えちゃないんで、まあ、こんなもん耐えちゃったあったら、まあ、めっちゃ切れるけど俺。同盟カードが自分のフィールド墓地で存在しない翡翠を手札に加えることができる。まあちょっとでもエジルが加えられないの弱いんだよな。まあエーゲロカシスしかないですか。エーゲロカシスしかないですね。エーゲロカシスとトレモラ持ってくるしかないか。でエーゲロカシス特殊召喚してバロネス行くしかないこれ。もしかしてもしかするってえと、もしかするやつ。もしかするってえと、ですね、ちょっと少々お待ちください。これはまあここはトレモラかな。トレモラでいやー無理だな。どっち、まあでもケアはできるね。どっちから打つかって話か。これは墓穴残した方が強そうだな。相手墓地から蘇生とか結構あるもんね、イグニスタって。こっちじゃない、墓穴残しといて。でイグニスタの展開に墓穴当ててあげれば、なんか意外と結構なんか墓地から特殊召喚するやつ多かった記憶があるんだけど、俺もイグニスタちょっと触ってなくて分かんないんだけどさ。増殖する G からのトレモラでしょ。でトレモラでエーギロカシスを出していく。こいつ7チューナーなんですよ、水族の。これ結構特殊ですよね、水族の7チューナーっていう、なかなかない性能。これ本当はねここでエジルキミルとかね、まあバロネスとかいろいろ出せんだけど、ちょっとですね、今回はトラップカードを1回、これエジルをですね使い回すのがね重要なんですよね、これ本当にめちゃくちゃ重要なんですよ。それちょっと見せていきますね。まずですね、翡翠侵食効果で、翡翠モンスターを爆破しながら相手の効果を無効にしていく。この無効にあんまり今は意味はないんだけど、エジルが破壊されるとトレモラ効果で、自分を除外すると、墓地から翡翠モンスター特殊召喚できるんで、ここでエジルをもう1回出すと、するとエジル効果が起動できると。この動きをしたかったわけです。はい。で、呪縛も意味ないから一回クレイドルしかないか。これ持ってくるのめっちゃ時間かかるでしょ。これ先行で本当はね、まあ、手が決まってればできるんだけど、持ってくるのめっちゃ時間かかるんだよね。で、これでトレモラを、持ってきて、もう一回回収しといて。いやこれさすがにバロネスした方が強いか。本来であればここで翡翠の翡翠艇エジルギュミルっていうねモンスター出すんですけど、それ来たらすげえ最近なんですよ。 OCG の方でも確か10月くらいだったと思うんで、なんで多分あれまだ来てくるっていうか、もうよこしてもいいと思うけどね、エジルギュミルぐらいだったら。これは破壊できるよな。はい、バロネス君の効果でここ破壊する。一応バロネスの一妨害しかないです今。あ、まあ、氷結界は一応あるけど、氷結界と バロネス、まあ、氷結界が妨害と言っていいか微妙だけどね。まあ、墓穴は割と効きそうたらあのデッキ。さあどうする。バロネス君の効果で一応何でも向こうが一回入るんで、しかも向こうして破壊してくれるんでね、これ強いですよね、イグニスターには。ああ、なるほど、初動引けてないやつか。事故ってるか。来た、事故ってる時くらいじゃないとなんか6決まんねえもんだもん、これは。この感じだと。あ、ちなみに一応デッキタイプとしてはかなりミッドレンジ型なので、翡翠ってのはなんか中速タイプなので、まあじわじわとアドバンテージを稼いでいくさですね。やっと来たわ、愚かなクソ。押せんだお前。でバロネス君の効果で、一応あのクセカード割りたいんだけども、さあそのクセカードは何ですかと。で抹殺の指名者、なるほど。これねワンキル取るのとかかなりむずいと思うんだよね。ワンキル取るのかなりむずいと思うから、まあちょっと盤面を作りに行く方がいいな、こういう場合ね。うん。で、まあ愚かな服装発動して、で、うわぁ、めんどくせ。いや、これ墓穴あるから大丈夫か。うっとうしいから、ちょっとさすがに墓穴。
オロフクに、占うってことで意外と分かれてたな、俺。このデッキは、オロフクからサーチしてくるモンスター全部強いんですよね。まあ、ガメシエルとかも強いですし、アビスシャークとか、トレモラとか、キングフィッシュ入ってね、コスモクラとか、全部強いんで、なんで、まあ、ここにうららを当てるのはかなりあり、よりのあり。で、氷結界強化2を墓地から除外すると、デッキからレベル5以上の、民族性モンスター墓地を送りながら墓地のモンスターを、回収できるんで、ここで、これ多分エジール持ってくるんだ。これ水属性のだったら墓地から何でも回収できるんですよね。別にレベル5以上じゃなくてもいいから。はい、で、ここで、フィシーのエジールを回収して、で、エジルを召喚するよりもトレモラを墓地に送っときながらエジルを特殊召喚した方がいいね。これでエジルだ。来た。これは分回ってるでしょ。で、エジル特殊召喚効果発動。また持ってこれますよ。翡翠の魔法トラップカードをね。よし、これで自爆だ。来たー、揃ったー来たー来たー、ロック決まった、完璧。これでもう相手は、召喚、特殊召喚、反転召喚したターンにモンスターの効果を発動できません。はい、これスキルドレインです。これ今実質ギロカシスも装備処理で神バトル。さあ、激キモロックが決まってしまったようですね。あなたはもう出したターンにモンスターの効果を発動することはできませんよ。残念でしたね。レクスタールとかに近いかな。なんかやってることはね。もうこれで相手が出してきたターン、モンスターを出してきても、そのターンにはもう効果発動できないから。だからなんか召喚成功時効果サーチしますとか、なんかリンク召喚成功時サーチしますとか、なんかそういうのは全部使えないんですよ。もう、いやー、キモい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 。いや、キモいけど、これヒスイ侵食で無効にできるんですわ。翡翠侵食の効果で、これ魔法カードでも無効にできるんですね。はい。これまた、これ意味ないですよ、これマジで。このハービーのハンドボーキーマジで意味ない。で、翡翠侵食で、エジル破壊するって、なんならね、これトレモラで帰ってくるから、エジル。なんならアドバンテージ稼いでるまである。で、トレモラ効果、ゲームから除外すると、自分の持ちの翡翠を特殊召喚できるんで、もう一発エジルを特殊召喚。で、エジル特殊召喚成功時効果で、なんか持ってくる。強すぎて草。どうします？止めます？止めないと手札2枚からもうこの盤面返せないでしょ絶対。これでコスモクロアも爆弾させたらもう完璧よ。ちなみに召喚反転召喚特殊召喚したターンには効果発動できないっていう翡翠の呪縛にプラスして、召喚反転召喚特殊召喚したターン以外では効果を発動できないっていうコスモクロアってやつもいて、そいつを絡めることによってもう何も効果発動できないみたいな、地獄みたいなことができるんですよ。ちなみにピカリあとイグニスターも効果発動できなければ、ダークインファントあとイグニスターも効果を発動できない。強くないですか。あ、リングリボー、なるほど。で、これで、トラップカードケアか。なるほどね。はい、それはいいよ。まあ、なんかどんだけ回したところで無理だろ、相手。どうせバロネス破壊するじゃんなの。エンドフェーズいいだろ。で、一応、エーゲロカシスの効果を発動して、エジルにくっつけておくと。これ、相手なんでも発動できて、これ装備できるんですけど、装備を解除して特殊召喚することもできて、これ、どっちかしか発動できないですね。装備するのと、装備解除して特殊召喚は、これ、どっちかしか発動できないっていう、カスみたいな効果ありまして、これ、なんでこのターンに発動できないんだよな、これ。意味不明だろ。この何 ?1 と3は、両方とも発動できなかったら、ほぼ意味ねえだろ、みたいな。展開そんな遅くする必要あるみたいなね、効果してるんですけど、こいつなエーゲのカシスがそのターンに装備して特殊召喚できたらどんだけ強かったことか。はい、おはようございます。これでもう相手何の効果も発動できません。何の効果も発動できません。何の効果も、完全に最強場面できちゃった。で、エジル召喚で効果強すぎ。さすがに強すぎ、さすがに強すぎ。ワルタでイニオンクレイドル持ってきて、で、イニオンクレイドルを発動し直すことによってまた除外されているトレモラを回収すると、はい、無限にトレモラ回収ね。で、
エーゲロカシス効果装備を解除して特殊召喚はこれさっきのターンにあの装備してるんで使えると。でこれ一応打点下げといてあんま関係ないけどな。はい、君に下げとくわ。はい、でこちなみにこいつ水属性なんですよ、知ってました？これ水属性なんですよね。これ結構相性いいんですよ、水属性だし。いけ双剣太鼓昭恵きたーきたー。攻撃表示に変更してでバロネスでぶっ壊してダイレクトで勝ちか。はいはい、オッケー、バトルフェーズいきます。ドッ対戦ありがとうございました。これが翡翠のやりたかった動きよ。時間かかりすぎたけどな。おっと、割と揃ってんじゃないか。これエジル効果通ってくれると嬉しいな。まあ通ってくんなくてもアビシャークから展開できるのは割といいけどな。無効破壊はきつい。あ、大丈夫だ、オッケー。ですね、これはですね、さすがに呪縛を持ってきまして、これロック完了です。これはい、ロック完了しました。あざっす。来た、翡翠艇イニオンクレイドロー発動、さらに翡翠呪縛を発動。これで相手は召喚、反転召喚、特殊召喚したターン、そのモンスターの効果を発動することはできない。強すぎ強すぎ。これはクリスタルシャークか。さあこれでクリスタルシャークとアビシャークが揃っていると一応特殊召喚して、エクシーズを立てにいけると。なかなか強いですね。やっぱね、まだちょっとさすがに進化弱いんですよね。エジルゲームにもねえし、翡翠のデッキが。エクシーズを混ぜた方が強いと思う。個人的には翡翠は。まあいろいろ組み方あると思うんだけど、シンクロもね。あのバロネスが出たりとかあると思うんだけど、やっぱギュミルが来てからでしょ、多分。翡翠は。だからまあとりあえず一旦エクシーズで混ぜてますね。はい、私は。こっちの方がなんだかんだアビスシャークとか強いし、普通にその買ったシャークとかランタンシャークから展開していくこともできるから、なんか最悪翡翠ムーブできなくても、なんかそのバハムートシャークからの持ちとかね、あのこのステルスクラーゲンとか出てくるから、だからそっちの方が割と強いとは今の時点では思ってる。今簡単に言うとスキルドレイン状態なんで。なるほどね。あ、それはね、手札から発動する効果だから通っちゃうわ。いいでしょう。で、トークン出すのも通っちゃうわ。トークンショットはいいだ、さすがに。さすがにトークン、まあ別に、発動できないからバロネスが出てきても大丈夫なんだけど、一応、猛毒使用ステルスクラーゲンの効果を使って、トークンをショった方が多分いいと思う。さすがにね。一応ね。ちなみにこれ、エジル殴ってこようとしてもね、なんかすげえ黒かったな。なんかエジル殴ってこようとしてもエジル君結構耐性あるんですよ。戦闘からして一回つけられるんで全然強いです。これさあどうしますか。7シンクロって何んだ。あ、ガイザーか。なるほど、そんな困んねえな。ガイザーは1200いった。1200ダメージはめちゃくちゃ痛いけどな。ガイザーも今はあんま関係ないんで、これ効果発動できない。バトルフェーズ入る。バトルフェーズ入ってで殴ってくる、まあ、エジルに殴られるんだったらエジルが戦闘化耐性つけれるので大丈夫で、まあステルスクラーゲン殴ってきたら分裂するっていう割とめんどくさい盤面ではありますよね。はい、エジル君効果、特殊召喚してアビスシャークをで特殊召喚成功時で打点下げた方が良さそうですね。これイニオンクレイドル効果発動、モンスターが特殊召喚されたので、やつの打点をこれステルスクラーゲン下げればいいか。1900下げよう。ステルスクラーゲン殴ってもいいよ。残念だったな。エジルは殴らせねえ。そして守備力700だから突破できないな。アビスシャークもさあどうする。ステルスクラーゲンを分裂させるかどうかだろ、あとは。まあでも分裂させた方がいいと思いますけど、これもうだってこれステルスクラーゲン君残したところで相手結構きついから。なるほどね、クラゲ分裂はちょっと嫌だということか。なるほど。なるほど、まあ、アビスシャーク君が残っている。そうですね、
まあ、とりあえず一旦脳してガイザー剥がしていいか。ガイザー破壊して邪竜星ガイザー破壊する。デッキから幻霊族守備表示特殊召喚にうららぶち込むと。まあ別に出てきてもどうせ効果発動できないけどな、まあ、一応撃つわ。なんかこう撃つとこここぐらいしかなさそう。双剣デッキってなんかバキアとかね、ああいうの関所とかね、なんか結局バキアで支援隠されるし、なんかあんまうらら効かないんだよね双剣って。でここでなんかマスタードより重いの大丈夫か。エレイマスタードルが重いぞ。さあガイザーの効果はうららで無効になっている。ですね、ここからアビスシャーク効果発動する。でカッターシャーク持ってくればいいか。さあどうしますか。なんかあるね、なんだろうこれ、うららかな。こちらにアビスシャークってうらら踏むんですよね。あーうららね、あーまあうららはまあ別にいいか。あーオッケーオッケー、それは問題なくて、翡翠侵食あるんだよな。ではですね、一旦バトル入りますか。でこうして、でこうして、まあ、ゆっくり行きましょうよ。まあミッドランジなんでこっちのデッキもあんまりワンキルするデッキじゃないん でセットして、俺もう一回エージル出しに行く説あるけどな普通にな。これもう一応ですね、ここでコーラルアレーモンとか出してエジル蘇生っていう動きができるんで、一応もう一回エジル出したりはできるんだけど、はいはい、まあ、ちなみにそれ特殊召喚したところで、効果は発動ができません。なんでかっていうと翡翠自爆があるんで。何あいつシンクロしようとしてきてんだ。ちょ破壊しよう。強すぎだろこの盤面。この盤面強くねえかこれ。さあシンクロできませんでしたね。ちなみに爆薬の効果も発動できませんよ。なんでかって翡翠自爆があるからな。最強、翡翠自爆最強。どうしました、そんなもんですか双剣さん。なんか結構金アイコンにもちらほら、金アイコンじゃねえや、あの銀アイコンあたりにも DC カップちらほらいたらしいですけども、弱いですね。どうしたんですか、そんなんですか。とりあえずちょっと一回カッターシャークくん出して、でちょ一旦あれ破壊するか。はい、ちょっとぶっ壊してあれ。はい、このクラゲ先輩ぶっ壊れレベルで強いな、マジで。どんだけ強い。でカッターシャーク効果発動、カッターを選択してランタンを出す。でさ、まあ、一応持ち帰る出しに行きますか。一応念には念を入れてね、まあ、あの伏せか、あの手札が1枚もしかしたらバトルフェーダーかもしれないからね。もしかしたらバトルフェーダーかもしれないから、一応持ち帰るだけ出して、はい、お持ち帰りお願いします。明けましておめでとうございます。早い、ドン。1月1日なんかこのメイト来るらしいよ。バトルゴー。まあ、ここまでロック綺麗に決まると気持ちいいな。翡翠呪縛めっちゃ強いわ。対戦ありがとうございました。これもなかなかハンドは揃ってますな、かなり強いと言っていいね。ちょっと一旦オロフクスか、ランタンちょっと余ってっけど、まあいいか。これでまあアビスシャーク持ってきて、ランク5かランク4のエクシーズモンスター立てに行くのが一番強そう。で氷結界効果でレベル5以上の水属性モンスター墓地送りながら、墓地の水属性を回収できる効果でアビスシャークを実質サーチで、エジル召喚、これ一応これ通るとロック変わるんだけど、あーオッケーオッケー、ロック決まった。神、はい、自爆。これお手軽じゃない意外と。まああのイニオンクレイドルオア翡翠自爆、これどっちか引いててエジルがあるともうあのロック完了しますから、はい、これ相手はもうこれスキルドレインですから、これでこれ結構サーチがあるからさ、スキルドレインと違ってね、うん、安定的には外れるよねこの盤面が。ちなみにエジルも一応溶乱でサーチできるんで、サーチのサーチがいっぱいあるから。で一応クリスタルシャークで出しといて、いつもいつもあのクラゲだとちょっと芸がねえから、エフラじゃねえや、ネフィル出しに行くわ。
ネフィルアサイラムヘッドナイト。こいつはね、オーバーレイントを2個使うと、エクストラデッキからオーバーハンドルナンバーズを素材にしながら、なんか1枚ね、フィールドのカードを、フィールドモンスターを素材にするよっていう効果があるんで、これで相手のモンスターパクったらできるんですね。はい。まあ、ぶっちゃけステルスクラゲエフィラの方が強いんですけど、あ、じゃあ、猛毒使用ステルスクラゲの方が強いんですけど、まあ、ちょっと、ゲーがないんでね、毎回毎回お待ちをしてでも。それがね、何あロック解除されましたあの翡翠モンスターがいないともうダメなんですよね。この呪縛インオクレドルロックはですね、翡翠モンスターが盤面にいないと意味がなくて、話変わってきたな。うわー、怪獣デッキか、めんどくせーデッキ使ってんなお前。エネミーコントローラエネミーコントローラーはやばい。ちょ、お前何してんだよ。やっ、激ヤバカード使ってんな、あいつ。デュエルリンクスか、これ。ネフィルアサイのヘッドナイトの効果を発動して、一応回中だけ吸収しよっか。いや、吸収しなくてもいいか。これ一応、オーバーレユニットだけ使っといて、これ効果も発動しているから、もう使えなくて。で、ラクランゼロだけ入れといて、で、フィールドのカードはエクシストにしない。これもうなんかいいや。もう続ける、ちょっと、頑張ってもらうわ。あ、サンダーザキングか。サンダーザキングちょっと盤面に残しといてもらって。オッケー。これなんかさ、タケトンボーグ。ゲロヤバカード入ってるね。タケトンボーグからのリリース？いや、やば。やば。やば。え？ああああこれ LTR デッキじゃん。これ LTR デッキだ。これ分かった。これ LTR デッキです。これ多分これジャイアンデッキだ。ジャイアンデッキおい伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。じゃやばい、これマジでやばい。これアーゼウス重ねられるの、もしかしてこれ俺のさ、俺のあのネフィレアサイラムヘッドナイトのにアーゼウス重ねられる説ある。世界終わるんだけど。あ、重ねられないんだ。なるほど。え、入ってないのかな。これ帰ってくる。これやった、あぶねえ。なるほど。あー、ヨーラン来た。では一旦オーバーレイしに行きますか。ちょっと一回上重ねますか。とりあえずですね、ネフィルアサイラムカオスナイト。これ召喚ムービーあったんだっけあれこれ召喚ムービーあったっけ。なんかかっこいいな。いつだったっけこれ。あー、それ追加されたんかこの間。打点下げます。で、溶乱効果発動して、なんか持ってきたいんですけど、翡翠なんかあります。なんもない。なるほど。これコスモクロワ持ってきたらもう相手何の効果も発動できませんけどオッケー、来た。ユニオンクレイドルがある場合、こいつが爆弾するともう相手は効果を発動できなくなります。召喚判定書が特殊召喚されたターンにしかね。つまりバルネスはもう無力。いけしゅよし。あ、ちなみにあのコスモクロワ君はね、翡翠モンスターがバトルする場合、相手の盾を1000下げるっていう効果もありますから、一応こうやっといて、で、メインツ入って、で、ネフィルアサイラム、カオスライトの効果を発動。オーバーリミットを一つ使い、カオスエクシーズモンスターをエクシーズ召喚する。現れろ、カオスナンバーズ103、真相令状、ラグラインフィニティ。来た。ああ、のデッキなんでふざけんなよふざけんなよそして許さねえ。まだ手が出るぞ俺も神属性、なるほど、関係ないね。クリスタルシャークの効果、自分のモンスターを大丈夫って打点を半分にならず召喚して、で、
こいつはちなみにナンバーを出す場合レベル4として扱うこともできる。あらあれのクラゲパイセン猛毒手法ステレスクラーゲン、よーし、しょらー、猛毒クラーゲン、猛毒を食らえ、猛毒クラーゲンの猛毒を食らえ、よしよし、来た。でこれでエンゾ、オッケー。いやこれもさすがに大丈夫でしょ、さすがに大丈夫。これクラゲビートしてれば勝てる。来た。あぶねー。超融合された時にはどうなることかと思ったけど、なんかいけそう。オッケー。こっからあとは盤面作り直していくスタイルですか。ランタンシャークあんま見ねえな。あんま意味ねえ。墓地にもあんもねえか。これ一旦ランタンシャーク召喚するか。で、バトル一回しますか。これ、コーラダメもねえで、あの盤面作り直しに行けるので、ステルスクラーゲンリンクサインしちゃってもいいかもしれないね。ここでコーラルアネモネを出しに行く。でアネモネ効果でエジル蘇生ですね。はい、エジル蘇生しましょう。これまあステルスクラーゲンそのままの方がよくねっていう説もありますありますけど、まあ怪獣とか入ってるデッキだからな、めんどくさいんだよな、なんかいろいろ。コーラルアレモネをなんか残して無限に墓地から蘇生できた方が強そうな気がする。これ侵食ですね。これ侵食ですわ。で侵食、まあとりあえず一旦クリスタルシャーク出しといて壁にだけしとくか。あんまり意味ない気がするけど、まあ一応出しといて、で次のターン何打たれても一応効果無効にはできる。エジルさえいれば、侵食は、まあ、モンスターでも魔法トラップカードでも何でもね1枚無効にできるんで、エジル破壊しながらね。で破壊しながらまたアネモネの効果で、エジルを次のターンにまた蘇生する。えお前何枚入ってんだよ、てめえ何枚入ってんだよクソが。あでもそれはね打点下げれるな。翡翠、イニオンクレイドルの効果、打点下げる。で、破壊はさせない。よーし。あ、でもクリスタルシャークこれ出す必要なかったな、これ。まあ、いっか、ぶん殴られるだけだもんね、これね。はい。いった。いった。クリスタルシャーク除外されちゃうんですよね、あの効果だと。まあ、エクシスタにしたらいいんですけど。まあ、一応、アネモネの効果発動できるから、リンク先に開示出した方がいいかな、相手的には。これ、多分。ああ、トレモラね。いいじゃん。割と悪くはない。で、アネモネ効果発動して、アネモネ効果でまた、リターンオブエジルするでしょ？リターンオブエジル。エジル一生蘇ってきて、エジルで一生アドバンテージ稼ぐスタイル。で、ここで、溶卵持ってきて、で、溶卵発動する。溶卵で出したいやつ持ってくればいいから、エーゲロカシス持ってきて、で、トレモラ効果発動して、エーゲロカシス出す。エーゲロカシスくんね、これね、自分で装備したターンに自分で出てこいよと思うんだけどね、これ。この効果単一いる？いずれか単一。これ、両方とも使えるようにしてくれよ。まあ、水属性縛りぐらいはつけてもらってもいいわ。その代わり、と言ってやなんだが。まあ、ちなみに、醤油やってるけどな。水属性だから。いけ、醤油。おら、特殊召喚。双剣対抗、醤油。ドーン。神。これでバトルですね。いや、長い戦いでした。対戦、ありがとうございました。手こずらせやがって。何分でいらっしゃるんだ？ 20 分長すぎ、わろた。